1億円の借金ってしたことあります？ないです。ねえだろう。ない？ないです。さんないよ。まだまだね。本当だまだ。なんで借金で評価されなきゃいけない？隣のページに当時の彼氏の情報が書いています。1994年の頃、22歳の時に交際しました。交際期間は6ヶ月。6ヶ月で1億。だからこの短期間にすごいいろんなことがあったんですよ、濃厚なことが。でもね、この男はですね、ただの詐欺師ではないんです。その正体はこうだったんです。次のページ開いてください。何、ニューハーフ専門の詐欺師。何それ。専門。これはね、後で分かったことなんですけど、同じニューハーフの人も被害に遭ってたっていう話を聞いて、つまりですね、私は詐欺師。もう一回いきますよ。詐欺師なんですか。つまり私は詐欺師。違う、そういう入り組んだストーリーですか。今っぽいじゃないですか。最後私だったんですっていう。22歳でまさかの1億円の借金を負わされたという春菜愛先生。先生曰く、恋愛詐欺師には3つの大きな特徴が。私は関係ないと思っている人ほど危ないので、しっかり学んでいきましょう。彼はこんな人物でした。次のページめくってください。ニューハーフクラブのお客さんとしてやってきた超イケメンのビジネスマン。やっぱイケメンなんだ。ビジネスマンって若い時に憧れるよね。ね、なんかスーツ姿ってちょっとキリッとしてる人やっぱかっこいいと思います。そうでしょ、なんかできる感じの男の人。40代前半でもうなんか反町くんみたいなタイプ。めっちゃかっこいい。かっこよくて爽やかで、もう世界股にかけてお仕事しているってお話をされてて、そしてですね、もう手広くいろんなビジネスやられてる人でした。はい。出会って1週間経たずに彼から告白されて、はい、付き合いました。すごい。早くない？早いんですけど、早いけどもそのチャンスって逃したらあかんじゃん。確かに。そんな私の彼なんですけども、付き合ってすぐある行動を取ってきました。それがある行動。お金目当ての人間の最初の特徴なんですよ。次のページです。教えてくださいよ。すぐに将来の話をしてくる。あ、怪しい。それはダメなんだ。あのおじいちゃんおばあちゃんになっても、もう一緒にいようねって、ずっと一緒にいようって。そんな将来の話か。そう、これはですね、世の乙女の弱点をつく悪魔のワードなんです。もうとにかく女性ってこの言葉に弱いし、なんか先を見てくれてるんじゃないかってちょっと思いません？思わないの？池田さん、そんなに。池田さんは、ちょっとし重い、しんどいですね。あ、ちょ早すぎるもんね。早すぎるとね。なんかそこまではまだ見てない。今時と違うんだ。嘘でしょ。通用しない。この教科書通用しない。嘘。だって段階全然踏んでないじゃないですか、結婚も。いや、そんな冷静になれないよ、好きだから。そうなんですよ。だからちょっと次のページなんですよ。無視した。イエスさん無視した。とにかくね、老後が不安なんですよ。それは絶対そうでしょ。私にとって女の子以上に、私ってお姉やからもうこれから将来どうやろう一人かなって思うところ、おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいてくれるっていうことをまず言ってくれるって、めっちゃ大きな、なんかこの安心感やったし、その前にちょっと待って、おじいちゃんおばあちゃんってこっちもどっちなんのみたいな。笑うよね。ちょっと堀ちゃん笑うよね。そうなんだ。でもそうなのよ、私も分からへんし、それぐらいなんかすごく大きな器のような感じがして安心しました。実際に世の中にあった詐欺の事例が隣のページにあります。2人の将来のために共同の口座を作って貯金をしようとお金を振り込ませる。こんなん絶対危ないよ。振り込むっていうのはちょっとね、確かにやばいよね。ほんで家を買うために2人のお金を増やそうって言って、手堅い投資があるので任せてほしいと投資を理由にお金を増やす。投資で儲かる話も今多いじゃないですか。 TikTok でもいっぱい出てくるけど、絶対怖いよね。 TikTok で出てくる。あ、そう、私がそれ見てるだけ。気にして見てるから出てくる。関連関連で出てくる。YouTube だけですよ。 AI がね。あ、そう、春田さん危ないな。合わせて出てきますから。AI も愛もやるよね。
知らないよ。繰り返すよね。あ、そうなんだ。うまいな。あと家賃を滞納してしまって月末までに払わないといけないと、なんかこの末尾を決めてとにかく早くしてみたいな、こうやってね、なんか彼が困ってるならって言って出しちゃう気持ちはわかるけど、これ絶対出さないといてください。これでも原田さんが当時若い頃だったら、これ全部言われたら、好きな人に言われたら出しちゃってます？出す。あ、4年はないんだ。出す4年だと思ってましたよね。出す。いや、そんな軽い言い方はできない。本当の時はもう出すなんだ。4年ないです。これは嫌やもん。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。